東福島駅は、福島県福島市にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道東北本線の駅である。JR 東日本の駅は、宮城麻田の腰20番地に、JR 貨物の駅はその南側の北矢野目麻田中22番地に、ある。島式ホーム1面2線を持つ、地上駅。このほかホームのない側線が2本がある。駅舎とホームは、古線橋で連絡している。 郡山駅管理の業務委託駅である。なお、阿武熊急行線が合流する、矢野目信号場の設備までが当駅の構内となっている。構内には窓口、水カ対応自動券売機1台、簡易水カ改札機などがある。東福島オフレールステーションは、JR 貨物東福島駅に属し、旅客駅の南側にある、コンテナ周配基地である、 コンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が、郡山貨物ターミナル駅との間で1日3往復運行されている。なお、JR 貨物東福島駅は、1998年より貨物列車の発着がない自動車代行駅になり、その後2006年より一部がオフレールステーションとなっている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は504人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。東福島駅前停留所にて、福島交通福島支社の路線バスが発着する。ありがとうございます。